わらわらわらびの塾ラジ。皆様こんにちは。塾ラジの時間がやってまいりました。今日もよろしくお願いします。イエーイ。はい、今回はこちら3人、さあどんな人ってね、誰って思われている方がいるかもしれませんけども、わらびさんの中でバリバリ頑張っている3人組です。イエーイ。それではまず自己紹介からお願いします。はい、ありがとうございます。青春すぐべで照明のオペレーターを担当しています川田萌です。よろしくお願いします。萌ちゃん、出身地は？出身地は愛知県名古屋市です。名古屋、名古屋です。ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、はいはい、青春すぐべの音響担当しております鈴木まりのと申します。出身は、秋田県の由利本荘市で、出身校も由利高校出身です。すごいね。由利民謡部ではないんですか。本当に、はい、ありがとうございます、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、劇団わらび座教育営業課の黒崎めぐみと申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。出身地と年齢も聞いていいですか。はい、出身は秋田県の角館出身で、年齢は19歳で今年で20歳になります。いいね。近くからバラちゃんも近くだね、角館さん。ありがとうございます。それでは早速ちょっとまた質問したいと思います。わらび座を知るきっかけになったのはいつ、何歳の頃、そして入りたいと思った動機などを聞いてみたいと思います。マイクでどうぞ。私がわらび座を知ったきっかけは、専門学校が、役者の専門学校通ってたんですけど、その時に先生がわらび座のポスターと、あと観劇チケットを持って紹介してくださったのがきっかけです。その時が、何だったかな、金次郎、金次郎っていう作品を、作品のチケットだったんです、でそこで、こういう会社があってね、ここはすごい素晴らしいところなんだぞという説明をされたのがきっかけです。萌ちゃんは金次郎で見たんですか。それがチケットが争奪戦になりまして、ゲットできなかったんですよ。あ、そっか。じゃあ先生のいい劇団だよっていう勧めがあって、じゃあ興味がちょっと湧いて入りたいと思った。そうです。おお、ありがとうございます。では、はい、じゃあお願いします。はい、私はですね、中学校の頃に、なんだっけ、芸術鑑賞会、はい、県内で、はい、やるっていうのを知って、それでここのわらび劇場に来まして、その時の作品が、春らんらんだった気がするんですよ。確か春らんらんと、確か思い出も見たんですよ、っていうのは覚えてるんですけど、面白かった記憶はありますね。で、なんで入りたいかっていうのも、実はその私も東京の専門学校で音響を勉強してまして、その時に、秋田に戻りたいなっていうのはあったんですけど、探すってなるとやっぱりライブハウスとか矢継ぎさんとかになっちゃうので、いやでもなんか別のやつがやりたいなって思ってたら、そういえばわらび座あるわってなって受けたっていう、のが、あれですね、同期で入社しました。同期、はい、同期で入社しました。あの年で、はい、年で入社させていただきました。まあありがとうございます。じゃあめぐみちゃんお願いします。ちょっと何歳の頃かは覚えてないんですけれども、坊ちゃんを母に連れてきてもらっていて、母がすごい好きで、そこからミュージカル坊ちゃんね、あ、そうです、わらび劇場でやってた、そうです、作品ですね。それに、そこからずっと連れてきていただいていて、心理工芸館とかも行ってて、そこから知る、通うきっかけになったりとかもして、で入ろうって決めたきっかけが、自分大曲農業高等学校出身で、自分3年生の時に、進学就職に向けてのワーケーションみたいなものを開いていただいて、そこから、あ、
自分もそっち側に立ちたいな、うん、学生さんにこれを教えてあげたいなって なって、それで教育営業課になりました。はい、嬉しい、はい、ありがとうございます。じゃあマイクをじゃあ、ではですね、あ、最近ハマっていることをちょっと聞きたいなと思います。ちょっとイメージ湧きます？ハマっていること、うん、いいですか？じゃあ萌ちゃんから。はい、はい、最近ってことじゃないんですけど、うん、昆虫図鑑の写真をひたすら眺めるっていうことをしてます。なんと、どんなの好きなんだ。はい、虫が大好きで、特にあの蝶々系が好きで、うん、見てるとどういう感情が湧いてくるんですか？かわいいってなります。かわいい、かわいいです。手塚治虫みたいだね。昆虫大好き。よくあの変わってるねって言われるんですけど、うんうん、あのなふわふわしててあのそれがすごい目もあのうつむらですごいかわいいなって小さい頃から思ってて、うん、面白いな。変わっているというか、もう、じゃあもうここの芸術村こう飛んでる蝶々なんか見ても、あ、蝶々だってなるんです。あ、ロロロロロロみたいな感じで。意外なね、聞かせていただきました。ありがとうございます。面白い、はい、じゃあと、うん、最近ハマってることは、なんていうんですかね。あの他の会場さんでやられてる、まあ、会場というかでやられてるミュージカルを見るのがすごく好きなんですよ。原作があるミュージカルを見るのがすごく好きで、やっぱりキャラクターのその作り込みとかも本当に原作に忠実にやってくださるのが本当にすごくて、でやっぱり音響とかも音とかも結構こだわって作ってらっしゃるので、もうやっぱり舞台人というか、そういうスタッフ側としてもお客さんとしてもやっぱり楽しめる舞台を作りたいなってやっぱり思うので、すごく勉強にはさせていただいてます。はい、今まで見たミュージカルの中で一番好きなのは、はい、一番好きなのは言えないか、一番、いや、どれも結構好きなんです、ね、でもどれも好きなんですけど、うん、一番ってどれだろう。まあストーリー的にはどれも好きだし、音的にも好きだなって思うものは結構多いので、うん、ちょっと一番は決まらないです。分かりました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。じゃあめぐみさん。はい、私も今っていうよりかはずっと継続してるものなんですけども、ちょっとポケモンがすごい好きで、はい、拍手が、すごい、もうずっとポケモンやってて、実家にゲームボーイとかもあったりして、最初の初代から結構何回もデータリセットしたりとかもしてやってたりもしてます。おお、3人が一気にグッと近くなりましたね、距離が。そうですね、素晴らしい。あ、もしかして話し合いだけど初めて会話した？そうですね、初めてです。はこれからもポケモンの盛り上がり、ありがとうございます。多分話しますね。そんな3人なんですけれども、じゃあですね、最後にあのこちらの先ほどね、あのご紹介していただいたんですけど、青春ね、はい、やってて、はい、ミキさんと照明ですけども、はい、こちらのお二人の仕事、あのどういう、こちらでですね、実は何をどう説明したらいいのか、客席の一番後ろに二人はいるんですね、はい、ですから今後二人にね会いたいなと思ったら、会場に入って本番前ですよ、皆さん後ろ向いて、あー、いらっしゃい、こっちこっち、ジュクラジ聞いたみたいな感じで声をかけていただくと、多分ありがとうございますって感じです ね。そしてめぐみさんはですね、今年入った、今回何月に入ったんだっけ、10月に入ったばっかりなんですけど、はい、あの学校さんをね、学校さんのところにあの訪問して、わらび座に学生さんたち来てくれるように、はい、なんていうかお誘いの営業してるんですけども、はい、
芸術村をこうね、はい、皆様遊びにこういらっしゃった時にこう村をこう歩いてるとめぐみさんに会うかもしれません仕事の時ね、はい、な感じなんですけども、ですね、あ、それで最後聞きたいのはこの青春で好きなシーンを、お二人は毎回見てると思うんですけども、はい、めぐみさんはこの前見てくれたっていう感想もぜひ、はい、うん、聞きたいなと思います。じゃあお願いします。はい、私はですね、登場人物の、男子学生ケヤキという子男の子がいるんですけど、うん、その子が自分の本当に好きなものを告白するシーンがあるんですね、うん、そのシーンの明かりが、あ、まあ、私が作ったわけじゃなくてもう一人別の、明かりを作った人っていうのが別にいるんですけど、うん、本当にその人の作った明かりが本当によくって、でケヤキ君もあの自分の心情をすって初めて吐露するシーンなので本当に綺麗なんですよね顔がもうぜひ見に来てください。おいいね、ぜひどうぞお願いします。はい、私はですね、うん、やっぱりこれも職業病になっちゃうんですけど、あの音楽の純也さんの音楽がもう全部いいんですよ。もう全部いいんですけど、うん、その中で一番好きなのが、うん、やっぱりあのおばあちゃんがお母さんの、うん、さくらのお母さんの歌を歌うシーンがあるんですけど、うん、あそこの音楽が本当に好きで、稽古のたびに泣きながらお盆出しをするみたいなこともしてましたし、まあ、そうですね、音楽はやっぱりどれも素敵なので、ね、はい、やっぱりぜひ一度見に来ていただけたら幸いですね。ぜひ見に来てください。ありがとうございます、はい、そして、はい、さあ舞台を見た感想はい、さくらとあやめがいるんですけれども、うん、本当に1年前までは自分も高校生で部活動やってたので、うん、そのやらなきゃいけないっていうあやめと、うん、でもやろうとしてるけどちょっとできないからどうすればいいのかわからないさくら、もうどっちの気持ちも分かってすごい見ててちょっと泣きそうになりました。そうですね、あともう一個好きなシーンがあって、ケヤキくんのあのプリキュアのシーンがすごい好きで、もケヤキくんが一番生き生きしてたんじゃないかなって思ったので、ぜひプリキュアのシーンにも注目してみてください。ありがとうございます。やった、なんかいいな、嬉しいね。ありがとうございます。こんな風にあの若者3人も頑張ってますので、3月26日までね、はい、青春はやってますので、ぜひゆったりとしたこ素敵なあの客席もあの作られていますので、ぜひ見に来ていただけたらなって思います。皆さん、なんか言い残したことはないですか？大丈夫です。大丈夫です。それではお昼時、日曜のお昼時、皆さん甘酒でも飲みながら、また今回は映像でお送りしましたけども、また来週も聞いてくださいね、見てくださいね。それでは、わらわらわらびのジュクラジでした。ありがとうございました。ありがとうございました。